今おなじみのボレロ、非常に現代的な振り付けでご覧いただいた、まあ言ってみればあの現代バレエといいますか、現代舞踊と言っていいと思うんですが、今夜のお客様は100年に1人のプリマと言われているシルビー・ギアムさんです。もともと古典的なクラシックな眠れる森の美女とかね、白鳥の湖とか、もちろん踊りの中から素晴らしいっていうことはあったんですが、あえて現代的なバレエの方をご覧いただいたんですが、パリオペラ座史上最年少で主役になった19歳で、パリのオペラ座からロイヤルバレエロンドンに移籍したんですけどね、その時フランスのマスコミはフランスの財産を失われると怒ったっていう話があるぐらいの方なんですが、さてその100年に一度のプリマのバレリーナにお話をお伺いするんですが、100年に一度のプリマと呼ばれるのは気持ちいいことですか？Oh bah oui, il faudrait être difficile. でもそういう存在であるってことはとっても難しいことなんですよね。Pourquoi être modeste? まあでも謙遜してもしょうがないでしょう。私が自分で言ったんじゃないですから。あ、そうそうだよね。みんなが言ってることですからね。自分で私が100年に一度スターじゃないですか。そう言ったのは別に私の責任ではありませんから。でも言っていただくのは私はありがたくお受けします。練習はこれ毎日しなきゃダメですか、バレエというのは。残念ながら毎日です。何時間ぐらい？combien d'heures par jour? Oh bah ça va de 3 heures quand j'ai de la chance jusqu'à 6 heures, 8 heures plus le spectacle. そうですね、まあ運が良くて短くて切り上げられる時ですと 2、3 時間、ただ舞台がある時ですとやっぱり6時間、7時間、8時間ぐらいは必要ですね。疲れますよ。僕はそういうバレエの方にしてもミュージシャンにしても、そういうまあ絵描きさんにしても、そういうアーティストの方にいつもこうお伺いする質問があるんですけども、まあバレリーナとして天分と天才、まあ父親と母親から受け継いだ天分と自分でやった努力、このパーセンテージはどのぐらいのものですか？J'ai eu beaucoup de chance, c'est vrai. À la base, j'ai eu énormément de dons, et physique, et j'espère intellectuel. そうですね。その辺私はとても幸運で恵まれたものを持ってきたと思うんですね。まず肉体的なものもありますし、それからインテリジェンス、知的な面も持っているといいなと思ってて、私持ってるんじゃないかなとは思ってるんですけどもね。特にバレリーナの場合にテンプのものってありますよね。特に股関節はもうこれもう天部のものがありますよね。もういくら努力してもダメなものはダメっていう。Non, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais justement tous ces dons physiques. J'étais très souple, j'ai les articulations assez fortes. Mais c'est vrai que par-dessus ça, il faut beaucoup travailler sans aucun problème. そういう意味もあって、私は幸運だったって今申し上げたんですよね。ですから幸いにして私は肉体的にも強靭な肉体がありますし、関節も大変強くて柔らかい体を持てたっていう運が良かったと思うんです。でもそれプラスやはり努力は絶対必要ですよ。もちろんそれは 100% 天分じゃなくて、パーセンテージは、じゃあ私の場合は天分がかなり大きかったと。正直申しまして、そうですね。で一番驚いたのは先生がいらっしゃらないっていうことで、私大体フリーランスで仕事をしてますので、そうなりますね。でもそれフリーランスだってこれねえ、いくらフリーランスだろうが会社員だろうが先生がいないとあれはまずいんじゃないかって気がするんですけど、一応師匠がいないと。Ben non, parce que la base, toute la technique de base, je l'ai appris. Maintenant, c'est une évolution personnelle. Donc, tout ce qui est technique, je le travaille avec la vidéo. Souvent, j'utilise beaucoup le film. Et puis, sinon, c'est mon expérience personnelle, c'est ma maturité. Ça, personne ne peut me l'apprendre. まあもちろん基礎的なものはちゃんと勉強してきましたから、それはありますけれども、やはりそれを身につけた上は、あとは個人の、まあ
自分がいかに成長していくかという問題になってくると思うんですね。で、私はその点はやはりビデオを見て研究するというのが私の一番のやり方ですし、ですからフィルムというものはよく使うんですね。そしてですからそれを見ながら成長していく自分というものがそこに出てくるんじゃないでしょうか。自分のビデオを見てここがいい、ここが悪いってもう。Oui, oui, oui. Parfois c'est dur, oui. C'est moi, oui, oui. そうです。私自身で批判するんですよね。私一番厳しい評価は私だと思いますよ。じゃあ踊る力もあれば。チェックする力も、つまり批評家としての力もあると。あ、bah oui, heureusement, parce que si j'attendais que l'on me dise ce qu'il faut faire, d'abord j'irais pas bien loin, puis en plus c'est pas très enrichissant. Non, non, j'ai assez de sensibilité et de sens critique pour me critiquer moi-même. Oui. それはもちろんとても重要なことだと思うんですよね。人が何か言ってくれるのを待っていたんでは成長もできませんし、そこで止まってしまいますし、やはりそういう感性も持っていなくてはならないですし、自分で自分を批判できる能力というのは幸いにして自分はあると思いますし、必要だと思いますよ。100年に一度のプリマと言われていると同時に、世界で一番強い女とも言われております。どうもありがとうございました。男みたいな手なんですよね。どうもありがとう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 。